京都市官境館にあった、保祥寺の模型、保祥寺は、平安時代から室町時代まで平安系の東高、白川にあった仏教の寺院である。白川天皇が1076年に建立した。陰世紀に作られた六祥寺の一つで、六つのうち最初にして、最大の寺である。皇室から厚く保護されたが、応仁の乱以後は水尾廃絶した。星祥寺の地は、 藤原氏の別荘地だったが、藤原諸尾が白川天皇に献上した。天皇はこの地に寺院を作ることを決め、1075年に造営を始め、以後上期にわたって多数の建物を作った。1077年に広社なフッツを本尊とする近藤の落慶供養が執り行われた。1083年に高さ約80メートルとされる八角九十島と愛禅堂が完成した。 高い九十の塔は京に東から出入りする人からよく見えたという。天皇は真意を助くる者は仏法なり、構図を守る者もまた仏法なりとの考えを匹敵し、仏教を保護して統治する伝説上の金わ聖王に倣って、保守寺を建立した。代々の天皇の尊崇を受けた保守寺を後に慈縁は国王の宇治寺と呼んだ。 国王の宇治寺とは単なる家としての天皇家の宇治寺という意味だけでなく、大乗館機構の頂点に位置する日本国の王の寺院でもあった。白川には他にも次々と寺院が作られ、総称して六章寺と呼ばれた。星章寺は六章寺のうち最初にして最大のものであった。1185年に発生した文治地震により被害。百連章では阿弥陀堂が倒壊。 九十頭が破損、三面の追垣がことごとく倒壊したことが記録されている。1208年5月15日に頭が落雷で消失したが、この時は英才が大肝心になって再建した。1326年、五代醐天皇の命を受けた縁官が、再び肝心職となり、同時の最高に努め、その功績によってそのまま十字となる。だが、 南北朝時代の1342年4月25日に火災にあって寺の南半分が失われる。北朝は再度円管を肝心職とするが7年後の1349年11月25日に再度火災にあって残りの北半分も失われたため翌年に円管は肝心職を辞するが引き続き十字の立場で再建に尽力した。だが、 国王の宇治寺と呼ばれた姿は全く失われて、囲碁エチン門流、あるいは黒谷流などと呼ばれた、天台宗の一分派の拠点である、正寺院に転落する。とはいえ、円関と保正寺を継承した門人のこれ方の下で、円略寺と一線を画して、独自の会長を発行するなどの活動を見せている。しかし、円関、これ方死後には再び衰退を見せ始め、 中原康富の高富応欧二25年8月18日以上には、その後輩の様子が描かれている。それに追い打ちをかけたのが、相次ぐ戦乱であった。応仁の乱祭中の1468年8月21日の、西軍による岡崎攻撃によって、少年院などと共に消失。 さらにその再建がままならないままの1531年2月8日には、今度は官僚の座をめぐる細川高国。山品時継の時継狂気によれば、1535年のブラックモイン政居の際には、保守寺において、供養の度胸が行われているが、その後の活動はほとんど知られず、1562年を最後に保守寺名義の会長が途絶え、1571年に、 保祥寺領療領を禁じる臨時が出されたのを最後に記録から姿を消す。そして、天正18年に直命によって、同じ円関門流に属していた大見国坂本最強寺に併合された。そのため、この間の19年間に事実上の廃寺になっていたと考えられている。保祥寺跡の一部の敷地に存在する京都、白川院の庭園。 地仙海有識の山水庭園で、京都市指定名称。1919年、星小寺跡の一部の敷地に、庭市、植地こと七代目、小川治平の策定による地仙海有識庭園と、建築家、武田51の設計による洋館と和館が作られた。2014年現在、日本私立学校振興、共済事業団が運営する旅館、京都白川院として、 白川の名前を残している。庭園は1993年に京都市指定名称に選ばれた。二条王子を鴨川を越えて、東に行った先に天皇の正式な入場門である西大門があった。地域は東西二町南北三町に及ぶ。上略元年に近道、高道、阿弥陀道、北家道などが混流された。近道は、 現在の東大時代仏殿にも匹敵する規模で、南に広大な池と中島があった。近道には三条二尺のビルシャナ仏を中心に、大蔵会五仏を揃えていた。後に、近道の南の池の中島に八角九十島が建立されるが、近道、と南大門が一直線に並ぶ様は四天王寺のような古代的な構成といえる。八角九十塔には、 大日如来を中心に、金剛界五仏が安置され、近藤と合わせて、了解曼荼羅の世界を作り出していた。また、塔が池の中島に立つという点も得意である。保小寺九十塔模型境内にあった八角形の九十の塔で、略王三年の記録では高さは二十七畳であったと、される。屋根は十重あるが初茂は、もっこしなので数えない。 京都市動物園内の観覧車があるところに混流されていた。塔の造営は創建から遅れること4年後に始まり、わずか2年後の永法3年に落計した。九十塔は、これの他には、くだら大事のものしか知られていない。また、八角平面の塔は現存する、安楽寺見栄塔含め4例ほどとされる。また記録などから、 一般的な多層島と異なり、上層に登れる構造であった可能性が指摘されている。混流以来、落雷や地震により度重なる被害を受けていたが、上限2年に落雷によって消失。5年後に英才によって再建されるが、公営元年に近隣からの炎症により再び消失。北朝により再建が計画されるが再建には至らなかった。2010年に行われた。 発掘調査により、規模や形式が判明しつつある。2回目の消失について、太平記に、日和田ぶきの屋根に炎症したと記録されていることから、京都諸平安系創生官の復元模型は、日和田ぶきであるが、発掘調査では、塔後から多数の瓦が出土し、創建寺の塔には、瓦が吹かれていたことが分かった。ありがとうございます。